どうも皆さんこんばんは、ゆうかけです。今回はですね、シャドウゴールドをやっていきたいなと思うんですが、今回からですね、やっと次の新しいね、ステージ聖域と呼ばれるね、まあ、ラストなんかな、まあまあ、これ多分次を、なんか次も回廊系なのかな、まあもう一つも多分あるんだけど、これは、なんだろう、単純にボスとかなのかな、だから肥大化した像とかと同じで。まあね、前回、霊魂の演奏の、やっと、ね、本当にやっとね、大魔方もゲットしました。ので、のでだねな、ので終わっちゃダメだな。取りまして、で裏ゴールをに行き、聖域への道が開かれて、新しく解放されるステージが、まあ、この聖域っていうステージですね。まあね、多分、まあ、このステージはね、多分ね、まあ、どのこのステージより間違いなくね難しいので、まあちょっと、ね、気を引き締めてねやっていきたいなと思います。では挑戦者でやってみましょう。てかね、まあ挑戦者に近ないんだよね、まあ多分ね、なんだろう、ここまでかげろうをやってきた だあなたならもう挑戦者 で行くのさ、挑戦者で行かなければいけないっていう感じなんだろうな。まるで何かを守っているかのように固く閉ざされていた石の大扉が、あ、重々しい音を立てて開いた。少女のこと、不思議な猫のこと、この世界のこと、私は隠された真実に迫ろうとしていた。はい。さ、おお、おお、おお、これありがたい。なんかいきなりね、なんかこの爆竹が大量にあるスタートっていうのは、ちょっとね、なんか不審な匂いがプンプンする。何かがおかしいね。これはなんだ、爆竹がそんな大量にスタート地点にあるってことはね、大量に使えってことか。今回はどうなんだろう、新しい敵とかは出てくるのか。回廊の感じとかはまあそのまんま。嫌だな、これあれだな、初期扉を固く閉ざされている。どういうことだ、ここはまた何か。おーと、ん、シャンシャンだ。シャンシャンは規定、まあシャンシャンと多分ランナーは規定通りだったな。それ以外に何か新しい敵が増えてるかもしれないよ。鍵がかかってる、どういうことだ、あれ、鍵がかかってるじゃん、人を殺すから言わないぞ。なんかレバーある。いや、ちょっと待って。こっち来るんけい。おい、ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。それはさ、あれ?でもね、まあ今回ね、ちょっとね、まあちょっと、あんまり触れられなかったんだけど、今回ね、まあ、あれなんだよな、この聖域という回廊はちょっと、食材とかではなくて、彼岸花がモチーフになってるんだね。ただ、なんか、それに乗じてもう一つ言うことがあるとしたら、あれだね、これ、この、食材、これ上はマガタマか?びっくりした。多分、おじいちゃんはここ行こうかいないんだろうな。おじいちゃんは多分いないんだろうな。ただ、なんか、
今回のね、この彼岸花の特徴は多分ね、なんだろう。で、しょうがない。受けちゃうな、しょうがない。彼岸花の特徴はね、多分、なんだろうな。これは固くと固定されている。どういうことだ？彼岸花の特徴を、あれだね、さっき見た限りだと、あれだね。徘徊者が近くに来ても揺れないっていうことだ。え、何？何？何あれ？何？こいつ何？こいつ？こいつ何？こいつ？何？え？何あいつ？なんだあいつ？あいつが新しい敵か？いやー、これはちょっと警戒しないといけないね。新しい敵がいるならなおさらね。鈴か。まあ、新しい敵が いるならいるで、警戒しないといけないね。わあ、2回ある。うわあ、今回もあれだ、霊魂の演奏と同じで多分2回がある構成だ。で、これワンチャンあれか、おじいちゃんの代わりに、あの、なんかクソ、この顔がでけえ、あいつが、いるのか。たださ、なんかさ、音出してなかったのにこっち来たよ。それとも、あれが、しかもね、なんだろう、あいつの特徴としては、あれ、まあ、ランナーは、まあ、普通にドタバタと、走る足音。で、シャンシャンは、まあ、なんだろう、普通に、その、神楽鈴を鳴らす、あと鈴の音ね。で、鳴き声の主は、なんつうんだろう、この普通に泣いてる声。で、おじいちゃんは、あの、なんだろう、昔の、消防署とか、鳴らすような、警官のカーンっていう、ね、音ね。で、今回の、クソデカ、頭でっかちは、こっちは、どうなんだろうな。水のゾーンが多いから、なんかね、水が流れてて、水のゾーンが多そうだな。頭でっかちは、あれなんかな、歌声が聞こえてきたら、近づいてきてるってことなのかな。レバーとかも急にあるんだけどね。レバーとかあるんだけど、あれだね、ダメだな。やばい、これレバーとか時折あるんだけど、硬くとね、固定されてるって言われて、下げられないんだよね。鳴き声の虫だ。まあ、一つ言うなら、初見は様子見よ。初見はね、まあまず手始め、まあ手始めというか小手調べだよね。ただね、あの新キャラというか新キャラというか、あの新しい敵の特徴が未だに分かってないから、何もね、情報がないんだよね。情報がないから何も言えない。鍵かかってました。あ、またカゴだ。なんだろう、このカゴ。こっちも鳴き声なんでしょ。意外と、わがたま集めは大変？いや、大変って、いや、簡単、大変って、それは大変だろうけど。
簡単って言おうとしたんだけどね、どちらかって言ったら。あー、やっぱ多いな。長靴が有利かもしれない、ここは。この空間は長靴が物を言う場所かもしれない。うわ、探索域広いな、これ。これ迷子になっちゃうよ、これ。レバー、固く閉じてる。ところどころにレバーが置いてあったりするが、がだよな。レバーが置いてあったりするが、あおーおー、鍵二つ。ありがたいね。レバーが二つ置い、レバーが二つじゃねえ。飽きてるわ。ねえ、レバーがところどころにね、あったりするんだ。もう一回やり直した、これ。マジか。いや、きっついな、これ。やばいだ、謎が深まるばかりだ。てかね、さっきね、さっきあれだな、写真使うの忘れてたな。写真あるのすっかり忘れちゃったよ。いやでも使ってもって感じだしな。また構図的には挟まれてるあれになってるし、構図的には挟まれてる形になっちゃってるから、あーもしね、まあランナーから逃げ延びたとしても、もう一体来られちゃちょっと逃げきれなかったね。結局写真使っ写真のフラッシュ焚いても結局結果は同じだったもんな。でもなんだろう、このなんだろう、和風な窓のおかげでさ、いで、それは長靴履いてると思っちゃった。この和風な窓のおかげでさ、なんだろう、相手を、多分相手がさ、こっちを視認しやすいのはあるかもしれないけど、こっちが、いるね。こっち側もね、なんか、その相手を、ID とか敵を死にしやすくなったり、だいぶ。今のところ、カゴがないからね、隠れるポイントがあまり浮かばないんだわ。まあ、のんびりやっていこう。のんびりとクリアを目指しつつ、しっかりやっていこうか。両サイドにあった。よかった。アイテムなしかよ。目印だけだしな、ここで。鍵がねえと話にはならねえな。まあこの瓦礫が落ちてくるあれ、トラップも健在か。よし、鍵取ったな。今回、マガタマ集め、ちょっと苦労しそうだぞ、これ。これ、カタクトですよ。あ、こういう中に入れといてもいいのかあげ、多分そこだよね、多分。ああ、しっかり視認できるな。多分あれだな、そこのあれだったんだろうな。うん、こ
こっち来ないよな。多分このレバー、多分そこの扉のあれだったんだけど、めんどくさいと思ってちょっともう壊しちゃった。自分壊してもらった。なんだ、お水が上がってきた。なんだ、来てる。え？なんだこいつは、どういうあれなんだ。ん？気持ち悪い。え？バリ、俺ライターつけてないのね。何？バレてないのに。どういうことだ。待って、いろいろ混乱してきた、ごめん。どういうことだ。どういうこ、なんだあれ、あれはあいつはそういう敵なのか。あれだな、これ、ちょっと待って、これあれだな、爆竹の誘導必須になるかもしれん。ちょっと待って、なんかしようだ。ヒント。これかな？千里眼の徘徊者。近くを通りかかっただけで、こちらの居場所を突き止める。おい、チートかよ。おい、なんだそのチート能力。見た目気持ち悪いな、これ。歌声が聞こえる距離まで近づいてしまったら、すぐにその場から離れましょう。爆竹で気をそらしてる間にはこちらに向かってこないで、距離を置くための時間稼ぎができます。はあ、はい、こいつあれか、もうあれなんだ、通り、もう近くにいればもう居場所を完全に理解できるんだな。だからあれか、カゴの中に入っても死んだわけだ。はい、始まる徘徊者を、よくよく考えたら俺あれなんだ、ランナーに一回も殺されてなかったんだな。むしろすごいな。はい、じゃああれだ、これは本当に爆竹のあれが有効というか誘導必須になるんだ。これ爆竹の誘導なかったらあれだ、生き残れる術はねえよって言って言いてえわけだ。はい、そーりゃきついね。ただ多分ね、スタート位置はまあランダムだろうな。お前は虫か。あれか、そのための爆竹か。まあ、多分ね、あ、なんだろうな。いくらね、千里眼の徘徊者、目玉ちゃんはいくら目が良くても、まあ多分他のね、多分対処法徘徊者。普通の他の徘徊者の人って多分同じなんだよね。危ない。ちょっとさ、それはさ、ダメじゃん。その距離から来るか。いやー、これやばいな。これまでの様々なギミックが組み込まれてんだ。この一つのステージだけに。だから今までみたいに、あれ、カゴに隠れてやり過ごすなんて、ね、稚拙な、逃げ方はできねえわけだな。
そして、マガタマをなんか、取ったときになんか、あれだよね、なんか水が出てきたよね。あれはもともと、ああいうトラップというか、仕掛けたのか。それだったら長靴必須になるしな。やばいな、覚えること多いな。今のところあれだよね、こけし一つも見つけてないね。こけしも集めたいっていうあれはあるんだろう。とりあえずあいつは巻いて、鍵かかってる。気に入る。そこだろうな、じゃあ。ランナー来た。くそ。ランナーは先にいなくなると。そんなことありかよ。入れちゃう、もう。まだだ。こんなんかも。やばいな、ランナーいたからな。ダメだな、逃げるっていう発想に至っちゃダメだから。もうそれを利用してやるぐらいのあれじゃないとダメだ。敵が来たから逃げるっていう思考じゃダメだ、これ。やっぱ、そのね、もう元来そのね、思考は間違ってないんだよ。間違ってないんだけど、このステージじゃダメだ。そのね、考え方じゃもう絶対クリアができない。俺はね、骨が折れるよ。そこの鍵使っちゃおう。なんだ、じゃあいらねえじゃんか。ならそこでリードをかけよう。いや、この距離のシャンシャンなら来てくれると思ったんだけど。いや、向こうも行ってもらえばよかったかも。あ、いいか。向こうまだ行き方分かってないしな。こっちは来ないな。行ったから大丈夫なはず。ああね、多分あれだ、早め早めに前頭回収とかしたがないとあれだ。うん、なのちんたらしてるとあれだ。そのさっきのね、千人眼のおめめちゃんが来ちゃう。うわー、これ歩きづらいわ。これはやばいな、これ。千里眼か。音をよく聞いて、千里眼か。ちゃんと敵、徘徊者が、どの、何の徘徊者が来てるか、ちゃんと見極めないとダメっぽいな。あれだしね。
あの感じだとあれだしね、あの千人眼の配下者浮いてたしね、こいつあいつにとって水かけねえよ。そうなると困るね。ちょっと骨が折れそうだよ、こっからは。だいぶほら面白くなってきたじゃない。おカメラフラッシャーありがてえ。こういう時のための爆竹なんだ。本来はこういう使い方をするもんだ。やだ。くそ。下だな、これは下だ。下ならいい。は？飛んじゃいます。あれ、爆竹必須になるなこれ。やばい、長靴が欲しい。これやばいやばい、来てる来てる。いった、いや行ったけどお前が来るんかい。行ったけどお前、うん、なんだこれ。キュービーとなったキツネは天狗と呼ばれ、千里先のことを見通す力を持つ。妖狐たちを束ねる棟梁となる。深い慈愛と徳と威厳を備えた、じゃん、備えた、称えた、んその、キュービー、キュービー、あれ八、キュービーじゃないんだ。八尾の狐は他の妖狐からの信頼も厚く、時の棟梁となることを誰もが疑う。そんな読んでるわけなんだよ。来てるもんね。お前ら向こう行け。来てんの？いやーもう無理だー。あ、待って、早く、トゥ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 。
走れ俺。やべえ、やばいな。今ようやく爆竹の重要性が気づけた気がするぞ。じゃあダメだろ。2階。うっそー、気づくのこれ。目がいいね君は。ああ終わったこれ。じゃあくそ、6つ。マジか。ちょっとね、動画時間を確認したところちょっと30分になってたので、ちょっとそろそろね、まあ終わりにしようかなと思います。ちょっとね、長くなりすぎるとね、またね、この前の霊魂の演奏の二の舞になっちゃうので、ね、いやマジか、6つ。いやこれあれだね、長靴必須だわ。長靴がないと話にならん。これダメだ。うん、ちょっと次回ちょっとね、またリベンジしようと思うんですから、ちょっとね、まあ次回こそちょっと対策とかを練って、まぁ、あ、ちょっとね、まぁ、あ、再度やっていきたいなと思いますね。なのでね、まぁ、あ、まぁ、あ、聖域ちょっと難しすぎるだろうと思った方はね、ちょっと、高評価。そして、まぁ、あ、それでもまぁクリアできんだろうって思ってる方は、チャンネル登録よろしくお願いします。ね。では、今回の動画は、ね、ここまでにしたいと思います。では、次の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。では、失礼します。